ポデンコアンダルースとは、スペインのアンダルシア州原産のサイトハウンド犬種である。別名はアンダルシアンポデンコ。紀元前1000年頃に、フェニキア人がアンダルシアに持ち込んだチズムが元であると言われている。作業用のサイトハウンドとして作り出された犬種で、ダックスフントのように3つのサイズと3種のコートを持っている。一番小さいスモールサイズのものは、ウサギやネズミを狩るのに使われ、 中型のミディアムサイズのものは、ウサギやキツネを狩るのに使われ、大型のラージサイズのものは、イノシシやシカを狩るのに使われた。三種のコートにもそれぞれ特徴があり、スムースコートは、寒さにやや弱く、雨や雪をあまりしのげないが、暑さに強く、手入れが楽で、ラフコートは、耐熱性はやや劣るがある程度の寒さや雨風、雪に耐えることができ、ロングコートは、 手入れに手間がかかり暑さに弱いが、雨風や雪を完全に防ぎ、防寒性が高い。このようなバリエーションがあるため、不思議には未だに公認されていない。公認の申請を行っていない理由は、消毒としてバリエーションが失われるよりも、このままバリエーションを残して有能な良犬として、使い続けられることを愛好家が望んでいるからである。 これにより3000年近く受け継がれてきたポデンコのイノシツは高いままに保たれている。サイトハウンド研修のため、マズル、首、足、胴尾が長い。立ち耳、サーベル型のタレオで、外見はコートタイプによりやや異なる。スムースコートタイプは滑らかで非常に短い長さの毛を持つもので、ラフコートタイプは ボサボサした、やや長めの合毛を持つもので、ロングコートタイプは長く、たっぷりとした毛を持つものである。ただし、シャギーコートのものは存在しない。毛色は、イエローや、クリームなどがある。サイズ階級は、スモールミディアムラージの3種類がある。スモールは、体高がオス35から42センチメートル、メス32から41センチメートルで、体重は、 シユともに八キログラム前後の中型犬、ミディアムは対抗がオス四十三から五十三センチメートル、メス四十二から五十二センチメートルで体重はシユともに十六キログラム前後の中型犬、ラージは対抗が雄五十四から六十四センチメートル、メス五十三から六十一センチメートルで体重はシユともに二十七キログラム前後の大型犬。 性格はプライドが高く、警戒心もしいが、愛情深く忠実である。運動量は、ラージサイズとミディアムサイズのものは多い。ありがとうございます。